これ、なにこれ、ピラミッド基地だ。え、一つしかないけど、え、これピラミッドか、本当に一つしかないぞ。あ、埋まってる。え、見て、埋まってる。馬だけに、ちょっと待って、あ、本当や本当や本当や。え、なにこれ、こんな感じだっけ。え、なにかさ、これなんか二重でされてない。え、なにこれ、なんかおかしくない。なにこれ、なんか埋まってるぞこれ。こんなまま降りちゃダメっていうのはペコちゃんも学んだから知ってる。ペコだよ。でもなんかこれおかしくね、こんな感じ。ペコだっけ、こう、こうして、無事よ。化石は無事。オッケー。いや、ちょっと化石、あ、無限、マジか。弓必要だね。あ、幸運か。
あ、ダメ。え、なんでダメなの？石炭はダメ。え、なんで？え、なんで石炭ダメなの？石炭は化石の一部。あ、じゃあ石炭後ではめよう。わかった、じゃあ石炭今度から気をつけるかな。じゃあ石炭ここはめよう。それでいいんでしょ？え、あーあ、やっちまったなって。え、なに、戻しはいいんじゃないの？え、戻しはいいんじゃないの？うん、戻しはいいんでしょ、石炭を。でしょ、あ、OK、OK、OK、じゃあここに石炭ある。ここ石炭ね、場所。一回戻って、ここはペコちゃん今から考古学者になるわ。あ、ペコちゃん考古学者になるんで、これから。インディンジョーンズ、チャチャラチャーチャチャチャー、出口が見つからない。クリスタルスカイを探し求めていた宇佐田ペコだ。そんな時にひょんなピラミッドへ。なんとピラミッドの中にレアな化石が。次回ペコラ化石を見つけ破壊してしまう。ゲールスタンバイ。ちょっと待って、ペコちゃん、やべえ、ペコちゃんの馬が、ちょっと待って、やばい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 、ペコちゃんの馬がゾンビにやられとる。ちょっと待つペコ。配信、はい、配信で化石掘りする予定なのでお願いします。こういうことだね。ちゃんとお願いしないといけないべこだから。